こんにちは。どうもメッセージありがとうございます。速稼塾の久保でございます。今回はですね、体の栄養のステーキング報酬の、ご連絡といいますか、ご報告いただきまして、やっぱいいですね。5日ごとにこうやってチャキンチャキンと入ってくると、着実に自分の利回りが出てるなと思いますし、この体のステーキングっていうのは自分の体のね、ウォレットから出してどっかに預けてるわけじゃないんで、この安心感もありますよね。ただそれでもこの上リスクヘッジをしたいということでしたら、私思うにある程度のところで、体の報酬をですね、これ利確したらどうかなと思うんですよ。私の計算ではね、年間で200万円分の暗号通貨の決済ですと、最も多額の暗号通貨を現金ができて、最も税金的にも柔らかいということなんで、他の収入とね、バランス取りながらそのぐらいなのかなっていうふうに計算してみるといいのかなと思いますね。だいたい200万ぐらいじゃないかなと思います。300万を超えないぐらいですかね、がいいと思うんですよ。ですから体のステーキング報酬を利確するのには、うってつけなのかなというふうに思っております。もちろん体のステーキング報酬をそのまま放っておけば、この新たに生まれた報酬と元金とですね、もともとあった A だとか合算されてその利回りが出ますんで、どんどん体のステーキング報酬っていうのは増えていく、もう増やし方が増えていくって感じですかね、が増えていくって形なんで、最も有利なんですけども、ある程度のところで利確してね、やっぱり自分の楽しみとかレジャーとか、それから他のビジネスの補填とかに使うといいんじゃないかなと思います。このバランスですよね、やっぱりね。結局お金って使うために稼いでるわけですから、どっかで使って自分を癒したりとか、自分をこう美しくしたりとか、自分のリスクヘッジを何ですかね、物に変えていくっていうのは大事だと思います。私もね、最近ね、ご存知かもしれませんけども、エステに行ってね、この顔のシミを抜いてみたんですよ。施術はものすごくバチッバチッって光が当たるんで痛かったんですけども、すぐ慣れまして、それも15分程度ですかね、受けただけで、楽しく終了することができまして、で、2、3日したらかさぶたができますよって言われたんですけど、本当にかさぶたできて、翌日ね、ポロポロっと落ちて、もともとあったこの辺のね、シミがすっかりなくなって、表情明るくなったっていうかね、会う人会う人に、わあ顔が違う、綺麗になったとか言われてね、本当嬉しいなと思いました。プラスですね、やっぱ女性に、あ、可愛くなったね、綺麗になったね、おしゃれだねっていうのっていうのは、いや本当に嬉しいことなんだなって改めて実感しましたんで、これからもね、惜しげもなく女性には美しいところを見つけて、美しいよと、素敵になったよっていうふうに、いやらしくなくね、声をかけていこうかなと思います。それが男性にできる女性のね、お金のかからないプレゼントかなと思いますんで、いや嘘を言う必要はないんですけども、なんて言いますかね、本当に感じたままに言っていくのはいいことじゃないかなと思いました。何が言いたいかっていうと、その体のステーキング報酬で自分の美に対してやっぱりお金を使っていくとか、若返りにお金を使っていくとか、おしゃれにね、やっぱりお金を使っていくことによって、なんか自分も嬉しいし、周りの人も美しいものが増えて嬉しいしって感じで、ウォレットの中の体のが増えてもね、嬉しいのは自分一人なんですけども、それを現金化して何かに使うことによって喜びが広がっていくんじゃないかなというふうに思ってるんですよ。ですんで適度に使っていくと、やっぱりね、貯めてばっかりでは、もったいない部分もあるかなっていうふうに感じながらね、最近私は使うことをちょっと意識してるんですけどね、美容整形も生まれて初めてですから、どんなものかなと思ったんですけども、結構いいですね。これね、私ね、ほうれい線もね、なんとかしようかなとか、シワもなんとかしようかなとかね、いろいろ考えちゃって、すっかりと虜になってしまいましたね。とりあえずはこのね、シミを落とすのに1ヶ月に1回、合計5ヶ月通っていこうかなというところでございます。今度は8月なんでね、まだまだ日がありますけども、日焼け止めクリームを塗って、なんか日焼けしないように気をつけていこうかなっていうところですね。はい、私の報告でした。それではまたご連絡ください。一応ね、これ一般公開動画にしますので、匿名で返信させていただきました。いつもありがとうございます。